本当に今マネージャーには本当に恵まれてるわ。すぐ辞めていくしね、女性マネージャー。多いよ、女性マネージャーすぐ辞めていくわ。一人ひどいやつおったな。いたっけ？おったやんか、名前忘れたけど、かいらしい子なんですよ。その子はね、一時期うちらコンビで歌番にしょっちゅう呼ばれとったんです。石橋さんと中井さんの、中井さんの、TBS の番組、ね、そうそうそう、歌番言って、そこにもう毎回のように呼ばれ始めてな、うん、ほぼ毎週、ほぼ毎週、もう4週連続ぐらいなんかネタするみたいなんで、うん、まあでも僕ら的にはあ、ハマったんやとか、うん、あ、受けたんや、よかったって気に入られたんやとか思ってたんだけど、うん、そうじゃなかったっていうね、うんうん、そのちゃんが TBS の歌番のスタッフとできてたっていう、あ結果その人と結婚したんだ。そうだよ、だから言えるんですよ。そうだから俺ら歌番に呼ばれてたんですよ。で歌番で毎週毎週毎週ネタやるわけで、あの時1年目とか2年目とかで、そうそうそう、若い時持ちネタがそもそもないのにどん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 やられて、うん、最終的にあの来週 M1 でやらなきゃいけないネタを先にやっちゃったんですよ。だから決勝でやるネタなかったね。そんなバカな M1 最初の M1 のネタってもうやっちゃってんだよね。ほんまにやっちゃってる。でようようちゃんと思い返したら4回出たでしょ、3回目滑ってたからね。俺おかしいな思ってん、4回目、次があるわけない、あるわけない出来やったのに呼ばれたからなんかあるな思ってたらできてたっていう。最高じゃないですかそれ。何が最高やねんね。そういうのもええやないですか、マネージャーの私利欲にこう振り回されんのも。いや俺も苦手なんですよ、女性が苦手なんですよ基本的に。その、あの古い考えでね、うん、女性は家であの洗濯と料理古っ。オールフェイズの人ですか。それがベスト、三丁目の夕日の方です。それがベストって言いたい。古っ。そうであれとは言わん、ベスト古っ。ただ仕事すれたらじゃあちゃんとせえと思う。うわ、その否定してんじゃない、働いてる人、うん、人働いたらええと思うよ、はい、でベストはやっぱりあの洗濯して、はい、飯作ってがベストやけども、はいはい、働くにはええねんけどじゃあちゃんとせえ。なるほど。女を出すなって俺は。ああ、なるほど。